どうも、お疲れ様です。FX オリエアリヒの皆様。そして今回はですね、まあ、特別に速可塾限定動画の方にも同じ動画を公開しておきます。え昨日ですね、えー、レンジオプションのそのレンジの天井の決め方を参考までにご案内していたと思います。でそこからの続きですねえ。まず4時間の方を見ていただいて、ちょっと振り返ってもらいたいと思いますけども、現在のチャートなんですが、 前回のね、動画でお話したのは、まあ、ここですよってことなんですよね。天井が決まったのは。ちょっと1時間の方に戻ってみますけども、1時間のチャートはこういう風になってます。えー、天井がね、ここですよってことを前回の動画でお伝えしたのは、あの、まずね、こういったところも、なんか、陰線が目立つでしょ。1時間で。ま、あでもこれは、一時的な陰線であって、まだね、上昇トレンドの途中である。 恐れがあるわけでですよでその時にどうやって見分けるのかってことなんですけどもそれがですね4時間に行くつまりちょっと大きな時間軸に行くんですよそうするとより客観的に見えるんですが上昇していって上ヒゲを出してるけども陽線の勢いは変わらないんですよねでも4時間のこの時間軸に影響を及ぼすぐらいの下がりですよねこれがあー 青い陰線となって現れてれるんですよだからここでまず天井を設定することができるってことをお話ししました、まあ、ですんで1時間足から4時間足に俯瞰してみるところであ勢いが止まり始めたなとファンダメンタルはここまでなんだなっていう判断することができるわけですよそっからバカホンと上がったのはこれブレイクですから今度はテクニカルが効き始めてるってことなんですよということなんで今もう一回4時間に戻って 考えた時に、まあ、ここはねファンダメンタルですからここはブレイクじゃないんですよここはブレイクではないですただ時間が経つとブレイクって解釈ができるようになってくるんですよファンダメンタルズも時間が経てばテクニカルに飲み込まれていきますからねただ今回の1時間の軸で見るときにこちらの方はねブレイクアウトで取っていただけるとこじゃないかなと思います137円台に入ったでしょ で前回は137円に入るかどうかっていうところで一つ天井を決めたわけですけどもこれ137円を超えればもう投資家さんはあ次のフェーズに行くなってことで資金を投げてきますからここはですねもう完全にテクニカルによって資金投入されてるところなんですよであと今だんだん伸びが落ち着いてきましたよねですんでまた新たにここが上程過程の過程そして新しく上程が決まるところを今見ているところなんですよね まあ今回のブレイクアウトでは137円前後をおブレイクアウトのブレイクポイントとしてですね倍で取れたんではなかろうかと思いますこれを美味しい利益と呼びますはいまあ今回ね入れなかった方もうこういうふうなもんだということをね覚えておいていただいて次回に役立てていただければと思いますまあこれもねコンサルの中でお話しできることなんですけども結局ねファンダメンタルズもテクニカルに 徐々に飲み込まれていくから初心者のうちはねまだあの中級者以前のうちはあのファンダメンタルには手を出さないわけですよでもテクニカルが極まっていくと少しずつファンダメンタルもテクニカルかテクニカルとして解釈できますよねってことなんでそれをまあ今回先打ちしたってことですよねはいまああのすぐにこれをやりましょうって話じゃありませんので一つのね基礎知識として、まあ、雑談程度にぼんやりと覚えておいてください まだ FX には先がある、先がある、先があるってことですよ。ですんで早くね、基礎を固めて、レンジオプションをマスターして、レンジオプションの応用系とかに入っていただければと思います。まだまだ FX 先がありますからね。稼ごうと思ったらいくらでも稼げますんで、楽しみですよ。それではお疲れ様です。